小山田虎光、小山田正達は、戦国時代の武将。海の国武田氏の家臣。岩殿の城の小山田の武とは別氏族の石田小山田氏。名は、紅葉軍艦、海の国史では、昇進としているが、文書上に見られる実名は、虎漫であることが確認されている。出家名は、元意。文書上では、上原伊賀守る、小山田備中神としても見られ、軍艦。 国市においても伝えられている。小和正重、大学助。海の国では、軍内領主で、武田野中においては、不代化老衆の小山田氏がいるが、虎満は別系統の、石田小山田氏と称される一族で、石田の地に所要があったため、小山田姓を名乗り、石田の小山田と称されたという。父は、小山田美中神という人物で、代々、 微中神という受領名を世襲していたようである。この人物は、天文九年に、海津城を下した際に、板垣信刀と共に城代に名を連ね、村上の力夫の反撃を撃退するのに功があったが、天文二十一年の品の地蔵峠の戦いで、戦死したとする。虎漫の署名は不明ながら、元は、上原伊賀守を名乗っており、軍艦では七十機を指揮していたという。 トラマンの当初の名乗りが、上原伊賀守であったことは1967年に、平林富蔵により指摘された。平林は、備中主家の系譜を、小備中正達正行の三代とした。他方で、黒田元樹は、2002年2003年の研究により、備中主家の意味名が、トラマン正重であることを指摘し、二代とした。武田氏は、春の武器に、 信濃の進を本格化させ、天文15年5月には、作軍内山城の多い佐々木を攻め落としているが、虎間の初見資料は、高城佐旗における同年7月上の記事で、上原伊賀守が、武田晴信により、内山城代に任命され、西上野口へ通じる作軍を確保したという記述がある。ひくも寺急造文書によれば、天文17年の作軍、 先山城攻めにおいては、虎万騎下の在場衆、足軽大将が、サブロー殿の指揮下に出陣している。サブロー殿は、系譜関係は不明であるが、武田氏の御一門衆の人物で、天文19年から天文20年を終わり身とし、サブロー信を称していることから、甲斐、源氏の一族、安田義貞の名跡を継承した人物であるとする、説がある。 高城佐記によれば、天文20年3月29日において、内山城代は、全城主定清に交代し、虎満は、甲府へ帰還した。同9月20日城では、定清が更迭され、再び、内山城代となっており、石田小山田氏を継承して、小山田備中神を称するようになった。天文22年1月には、品野守護小笠原氏、村上氏の連携に対し、 春信部は、虎マンに対し、村上方の本拠である、桂尾城税目に際した出陣を秘匿するため、都石城州地区の巨峰を流させている、自筆書状を送っている。また、品の国衆、佐田幸隆との取り次ぎも務めており、幸隆と共に、軍事行動も行っている。天文23年7月には、村上の力をの監視のため呼部虎正と共に再び、 内山城に在番している。永六万年には、病で重篤であったというが、かろうじて回復した。真下も所蔵文書には、山本勘助が、唐家宿老を山田への見舞いを命じられており、これは、トラマを刺したものであると考えられている。永六七年頃には出家して、原因を名乗った。永六十年二月には、着南正さへの治療。 同心衆の乗与を認められていることから、この頃に隠居したと考えられ、同年8月に行く島足島神社へ奉納された、起承文には、虎漫の名が見られず、以降は正主家が、微中神を称している。虎漫の終わり見文書は、元気3年付の武岳主因状、柏木文書で、高野山蓮華定院過去長から、没年は天正7年10月12日であり、その死去の時まで、 内山城代であった。軍艦では、小山田備中神が築城した城は落城することがなく、信玄は城を築いた際には、トラマンを入城させる恒例を行っていたという逸話を記しているほか、トラマンの死を天文21年の死の常田合戦としているが、これは天文21年以後に文書が所見されることから、通称の 同じ父親のことを指したものであると考えられている。また、天正10年に、公衆征伐の際に、西名森信と共に、高登城で戦死したとする説もあるがこれは、こと取り違えた、御殿のようである。子孫は、真田家臣で、松代藩の自席画廊を務めた。ありがとうございます。